昔々あるところに源五郎という木こりのおじさんがいた。木こりってのは山へ行って家を建てるための大きな木を切り倒したり薪を作って町へ売りに行ったりする。その日も源五郎さんはいつものように山で斧を使って大きな木を切っていた。うんしょーかーん、うんしょーかーん、うんしょーかーん、もう一つだ、うんしょーかーん、メリ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 ドサー、さて今日の仕事はこれでおしまいだ。明日は向こうの天狗の森の木でも切ろうかい。おやおや、嫌な風が吹いてきたな。早く帰ろう。というわけで源五郎さんは大急ぎで家へ戻った。そしてその夜のこと、源五郎さんがいい気持ちで寝ていると、どん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 、源五郎、源五郎、源五郎、なんだよなんだよ、こんな真夜中に。誰だ今頃、何の用だ。源五郎、明日は天狗の森の木を切るって本当か。ああそうするつもりだ。要はそれだけか。それだけはやめろ。天狗の森の木は切っちゃならない。その代わりに良いものをやろう。いいもの？そうじゃ、天狗の太鼓じゃ。表は青くて裏は白。表を叩くと鼻が高くなる。裏を叩けば低くなる。これをやるから天狗の森の木を切るのはやめておけ。ほら。シンバリ棒を買っておいたとが一人でに、ガラ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 。続いて何かがうちの中へコロンコロン。源五郎さんは思わず戸口の方をひょいっと見るってえと、そこには真っ赤な顔の鼻のニューッと高い金色の目をした天狗。驚いた源五郎さん、頭から布団をかぶりガタ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 一晩中震えていた。朝になって源五郎さんは、夕べのことは夢かと思ったが夢じゃない。戸口は開いたままになっていて、朝日が差し込んでいたし、土間には表が青くて裏が白い天狗の太鼓が転がっていた。するってえとやっぱり天狗が来たんだ。へえ、この太鼓が表を叩くと鼻が高くなり、裏を叩くと鼻が低くなるのか。どれ、一つ試しにやってみるか。てんてんてれつくてんてんてん、あてんてんてれつくてんてんてん、源五郎どんの鼻、てれつく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 、高くなれ。伸びた伸びた。源五郎さんの鼻はみるみる伸びて天井の板にぶつかった。いや、はは、これはたまげた。だけどこう鼻が高くっちゃあっちこっちに使えて面倒だな。どりゃ太鼓の裏側でと。てんてんてれつくてんてんてん、てんてんてれつくてんてんてん、源五郎どんの花、
照れつく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 低くなれ。こいつはいいや。ん？気に入った。不思議な太鼓、天狗の太鼓、トントコストントコトントン、トントコストントコトントン、叩けば叩けばひょろひょろり、花花花が高くなる。源五郎さんはもう木こりの仕事なんかやめて、天狗の太鼓を持って町へ出かけていった。ちょうど町はお祭り、大勢の人が歩いてる。その中にきれいなきれいなお姉さんがいた。それを見つけた源五郎さん、よし、俺はあの人の婿さんになってみせるぞ。いいか、見てろよと天狗の太鼓を引っ張り出して表の方をそーっと叩いた。娘さんの鼻高くなれ。さあ、たちまちきれいなお姉さんの鼻はすりこぎのように伸びた。お姉さんはびっくり仰天、泣き泣きうちへ戻っていった。見るとそこは町一番の大金持ちのお屋敷。お屋敷の人たちは娘さんの伸びた鼻を見てびっくり、慌ててお医者さんやらおまじない屋さんを呼んでいろいろやってみたけど鼻は治らない。娘さんのお父さんは困って立て札を立てた。見ると娘の高くなった鼻を治してくれた方はこの屋敷の婿様として娘をお嫁にやりますと書いてある。ほら来た、ほら来た、そう来なくっちゃ。喜んだ源五郎さん、早速天狗の太鼓を持ってお屋敷へ乗り込んだ。ああ皆さん、わしが来ればもう大丈夫、お嬢さんの鼻を元通りに直してあげようと言って天狗の太鼓の裏側を叩きました。お嬢さんの鼻低くなれ。たちまち花は元通り。こうして約束通り源五郎さんは町一番の大金持ちの婿様になった。どんなもんだい。さて、いよいよ町一番の大金持ちのお嬢さんとの結婚式の日。源五郎さんは大得意。大勢のお客さんが集まると、みんなの前で天狗の太鼓という不思議な宝を見せたくてたまらなくなった。では皆さん、花婿として皆さんに日本一の不思議な芸当をお目にかけよう。はい。源五郎さんは天狗の太鼓を取り出して得意になって叩いた。てんてれつくてんてんてん、あーてんてんてれつくてんてんてん、げんごろどんの花てれつく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 高くなれ。伸びた伸びた、げんごろさんの花はぐんぐん伸びた。それでも太鼓をやめなかったので源五郎さんの鼻はお屋敷の屋根を越えた、お宮の鳥居も塔に追い越した。それでもやめない源五郎さんは伸びた鼻が重くてひょろりとよろけたね。でもうーんと踏ん張ってまだまだ太鼓を叩いた。鼻は山よりも高く、高い空に向かってキュッ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 と風を切って伸びていく。ふんわり浮かんだ雲も突き抜けた。もう花の先は見えなくなって、とうとう天の国の天の川を突き抜けた。その頃天の国の天の川では大勢の大工さんが橋を架ける仕事の真っ最中。
そこへ伸びてきたのが源五郎さんの花。花とは知らない大工さんたちは、おやおや、こらこら、ちょうどいい柱があるで、これを使って橋をがっちり止めてやろう。というわけで源五郎さんの花を橋に縛り付け、釘でバッチリ止めてしまった。さあ、こちらは地上の源五郎さん。遥か彼方の花の頭がチクリと痛くなったからびっくり慌てて天狗の太鼓を裏返すと、てんてんてれつくてん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 てれつくてんてんてん、源五郎どんの花、てれつく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 低くなれ。ところがどっこい花の先は天の国の天の川の端にがっちり止めてあるので、花が低くなるたんびに源五郎さんの体がキュッ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 風を切って空へ登っていってしまった。天の川で橋を作っていた大工さんたちはいきなり川の底から源五郎さんがブワーッと出てきたのでびっくり。あれ、おい、お前は一体なんだ。なんだなんだじゃないよ。どうして俺の鼻に釘なんか打つんだよ。おいて、早く抜け。源五郎さんは鼻から釘を抜いてもらうと、おいて、痛かったな。さあ、お急ぎで帰らなくちゃ。おいて、いてててて、と鼻をなぜているうちに、天の国の外れからうっかり足を踏み外した。目が回る目が回る。源五郎さんは高い高い天の国からくる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 回りながら落ちてきた。助けてくれ。源五郎さんの落ちたところは水の上、琵琶湖という湖だった。源五郎さんの姿はそれっきり消えてしまった。その代わり、その時から琵琶湖には源五郎舟という船が住むようになったというお話。あるところに3匹の子豚がいました。大豚くん、中豚くん、チー豚ちゃんの3匹。3匹の子豚は今お家を建てる相談をしているところです。とにかく簡単にパッとできちゃう家がいいよな。その家を芋畑の真ん中に建てるんだ。お腹が空いたらすぐにお芋が食べられるもんね。これは食いしん坊の大豚くん。僕は丘の上がいいな。涼しい風がさーっと吹くところに涼しい家をちょんと作るのがいいな。これは中豚くん。でもしっかりしたお家を作らなくちゃ。あの怖い狼がやってきてもびくともしないようなね。そうなんだよ。チー豚ちゃんの心配している通り、森の奥にはお腹の空いた恐ろしい狼がいて、3匹の子豚を狙っているんだ。ほら、聞いてごらん。うわぁ、
俺は狼ものすごい。俺様がこの世で一番楽しいことは、うーっと子豚を脅かすことさ。俺様がこの世で一番嬉しいことは、ガブリと子豚に噛みつくことさ。タラリタラリタラリ、こいつはよだれの垂れる音。あーなんてうまそうな子豚ども、そのうちきっと食べてやる。うわうわうわ、俺は狼ものすごい。嫌な狼だな。ねえ、あいつにガブリとやられないようにみんなで力を合わせて丈夫なレンガのお家を作ろうよ。あの重たいレンガでかい。ああ、僕はくたびれることはお断り。僕なんかもっと軽いもんでパーッとお家を作ってみせるぞ。いいか、見ててごらん。大豚くんはこう言うと、早速芋畑のそばに藁の家を建てることにしました。そこでシャカシャカシャカっと藁束を一抱え持ってくると、そもそもお家というものはあったかいのが一番さ。それから簡単簡単簡単たんとできちゃうところが藁のお家のいいとこさ。ほら出来上がり。大豚くんは藁束の上の方を紐で結わえて芋畑の真ん中にちょんと置くと、その中に潜り込んでしまいました。これが大豚くんの藁のお家です。でもね、中の大豚くんがちょっと動くとお家ごとゆさ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 と揺れてしまいます。これを見ていた中豚くん、なんだい、僕の家の方がもう少しいいぞ。こう言ってはいはいはいと木の枝を運んでくると、縄で枝を順番に祝え始めました。そもそもお家というものは涼しいのが一番さ。それから簡単簡単簡単たんとできちゃうところが木の枝のお家のいいとこさ。藁のうちも木の枝のうちも本当にあっという間に出来上がってしまいました。あ、そうだ、ところでさっき狼のことを一番気にしていたチーブタちゃんのうちはどうしたかな。よいしょよいしょ、もう一つよいしょ、レンガをよいしょ、どんどん積んでよいしょ、こらしょよいこらしょ。重いレンガを一つずつ一生懸命運んでは積み重ねて、とっても大きな家を作っているところ。でもね、まだ半分しかできていません。よいしょこらしょ、急いでよいしょ、うんしょこらしょよいこらしょ。大豚くんが藁の家でむしゃむしゃとお芋を食べている時も、中豚くんが木の枝のうちでほんがほんがと昼寝をしている時も、チーブタちゃんはちっとも休まずに働きました。そもそもお家というものは頑丈なのが一番さ。簡単簡単簡単単にはできないところがレンガのお家のつらいとこ。よいしょこらしょ、もう一つよいしょ、これでおしまいさ、あ、できた。やー
本当にやっと出来上がりました。でもなんて立派なしっかりした家でしょう。ドアも窓も煙突もあって広いんです。あれあれ、あの音は、あ、狼がすぐそこまでやってきたらしい。腹が減ったな。どうしてこいつは腹が減ってんのかな。さてと、今日こそはあの美味しそうな子豚どもを片っ端からいただくとするか。お腹を空かせた狼がこんなことを言いながら、一番初めにやってきたのは大豚くんの藁の家です。やあやあ、美味しそうな子豚くん、藁の家新築おめでとう。どうもありがとう。でもね、今お芋を食べてるからまた後で。おや、そうかい。今度は俺様がお前を食べてやるからな。面倒だ。こんなうち俺の一息で吹き飛ばしてやるぞ。それふぅ、うわぁ、助けてくれ。あらー、しまった。子豚まで一緒に吹き飛ばしてしまったぞ。子豚待てー。吹き飛ばされた大豚くん、転がるように逃げて、やっとのことで中豚くんの木の枝のうちへ転がり込みました。大変だ、狼が来た。狼、いやいやい、もう逃げられないぞ。さあ、二匹とも早く出てこい。本当だ、狼だ。どうしよう。ここには誰もいませんよ。そんなこと言ったってダメだ。隙間からすしっかり見えてるんだぞ。え、ダメじゃないか、隙間だらけの家なんか作って。だって。いいか、二匹ともまとめて食ってやるぞ。あー、助けて。どうしよう。めんどくさい。こんな隙間だらけの木の枝の家なんか、俺様の一押しでぺちゃんこにしてやるぞ。スリア、狼の一押しで木の枝のうちもぺっちゃんこ。二匹が夢中で逃げてきたのはチーブタちゃんのうち。二匹が入るとレンガのうちのドアはしっかりと閉まりました。とその途端に追いかけてきた狼が閉まったドアにダシッ。おー、いた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 。なんて固いうちなんだ。やい子豚ども、お前たちがこの中にいるのは分かってるんだ。今度こそ3匹まとめて食ってやるぞ。待ってろよ。なんだこんなうち、一息に吹き飛ばしてやるぞ。待ってろよ。いいな。ふうふうふう、俺は狼、ものすごい。俺様がこの世で一番楽しいことは、わーっと子豚を脅かすことさ。俺様がこの世で一番嬉しいことは、ガブリと子豚に噛みつくことさ。それいくぞ。とうとうお腹の空いた狼は目が回ってしまいました。いや、でもまだ諦めないで、今度はレンガの壁に手をかけると、よっしゃ、よいしょと揺すぶり始めました。なんて頑丈な硬い壁なんだ。ちくしょう、ちょっとこのドアが開きさえすれば、あ、中には丸々とした美味しそうな子豚が3匹。
うーたまらない。このドアさえ待てよ、待て待て、そうだ、俺様はなんて頭がいいんだい。今に見てろよ。ああ、あんまり一生懸命に逃げたんでお腹がペコペコだよ。うん、ねえチューブタちゃん、ごちそうまだ？うん、もうすぐだよ。ほら、お鍋でお湯がグラグラ言い出したよ。おいしいスープがすぐできるよ。わー、スープ、スープ。お鍋でスープがグツグツ。おいしい匂いがプンプン。お鍋でごちそうグツグツ。おいしい匂いがプンプン。その時、狼はどこにいたと思う？レンガのうちの屋根に登って、そろりそろりと煙突のそばへ。この頭の良さ、うちの中へ入るのは何もドアからとは限らない。屋根の上には何があるかといえば煙突さ。小豚ども待ってろよ、今俺様がこの煙突からうおっと飛び込んでやるからな。なんていい匂いだ。もうたまらない。いくぞ。一二を三。すごい。助けて。今度は狼が助けてという番でした。煙突から真っ逆さま。暖炉の中へ落っこした狼はお鍋のスープで大やけど。ひいひい言いながら森の中へ逃げ帰ったきり、狼はもう二度と子豚たちを追いかけたりしませんでした。チーブタちゃんが一生懸命作ったレンガのお家のおかげで、大豚くんも中豚くんも助かったという三匹の子豚のお話。そもそもお家というものは頑丈なのが、一番さ。だから簡単簡単簡単単にはできないけれど、レンガのお家はいい家さ。購読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 くど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  subscribe 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 subscribe